トロンクシーの XY3 Pro V2 は、ヘッド部分を交換することで、3D プリンターだけでなく、レーザー彫刻機としても使うことができます。当方も、レーザー彫刻用のヘッドをセットで購入しました。ところが、レーザー彫刻に関するマニュアルは付属していませんでした。また、トロンクシーのサイトを見ても、レーザー彫刻機として使う方法は掲載されていないようでした。いろいろ調べてみて、無事にレーザー彫刻することができましたので、そこまでの手順を紹介します。なお、この動画で解説している手順のうち、1合わせ以降の部分は、XY3 Pro V2 だけでなく、XY3 SE でも使えるのではないかと思います。XY3 Pro V2 では、ヘッドを簡単に交換することができます。FPC ケーブルを取り外します。ヘッド部分の上にあるネジを回して外し、ヘッド部分全体を取り外します。レーザー彫刻用のヘッドを取り付けて、ネジで固定します。FPC ケーブルを差し込みます。先日、インクスケープで、レーザー彫刻用のデータを作る方法を紹介しました。この方法で、プラグインの設定を変えずに出力すると、データ上での位置と実際の出力の位置がずれます。そこで、位置合わせのためのデータを出力してみます。そして、プラグインの設定を変えて、位置合わせを行うようにします。位置合わせ用のデータは、GitHub からダウンロードすることができます。ダウンロードアドレスは動画の概要欄をご参照ください。このデータは上下左右の端から10センチメートルの位置に四角形を描くものになっています。XY3 Pro V2 用のデータは XY3 Pro _align.gcode というファイル名です。また、XY3 SE 用のデータはxy3se_align.gcode というファイル名です。お手持ちの機種に合ったデータをお使いください。データを SD カードにコピーして、XY3 Pro V2 または XY3 SE にセットします。ヘッドの高さを印刷面から10センチほど上になるように調整します。その状態で、メニュー画面のプリントをタップして、SD カードにコピーしたデータを出力します。当方の XY3 Pro V2 で出力してみたところ、ベッドの左端から四角形の左端まで12センチメートルありました。データ上では、ベッドの左端から四角形の左端まで10センチメートルなので、右に2センチメートルずれている状態です。また、ベッドの上端から四角形の上端まで 10.3 センチメートルあり、下に 0.3 センチメートルずれている状態です。そこで、プラグインの設定を変えて、位置合わせを行います。インクスケープを起動して、エクステンション、ジェネレートレーザー G コード、JTEC コミュニティレーザーツールのメニューを選びます。プラグインの設定のダイアログボックスが開きますので、コーディネートシステム&トランスフォーメーションズのタブに切り替えます。そして、G コード X オフセットと G コード Y オフセットの欄で、出力をずらす幅を指定します。動画で取り上げている例だと、右に 20mm ずれていますので、G コード X オフセットの値を、-20mm に設定します。また、下に 3mm ずれていますので、
G コード Y オフセットの値をマイナス 3mm に設定します。そして、閉じるボタンをクリックして、設定を保存します。出力のサンプルとして、リサ重曲線を出力してみます。出力の様子をご覧ください。10倍速でお送りします。無事に出力することができました。出力結果はこちらです。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。